モテ男クラブへようこそ。いらっしゃいませ、関口美奈子です。今回はご無沙汰女性の見た目と言動9選ということでやっていきます。このチャンネルではあなたがより魅力的なモテる男性になるためのヒントをお伝えしています。女性は夜の営みからご無沙汰状態が続くと、ある共通する様々なサインが出てきます。知ってますか？ご無沙汰女性だって好きでご無沙汰なわけではないので、チャンスを狙っているんです。一説によると女性の方が男性よりも性欲が強いという説もありますね。気になるあの人に当てはまっているかどうかチェックしたり、これを活用するかどうかはお任せします。ただ全て当てはまるというわけではないので、あくまで参考程度にしてください。それではやっていきましょう。ではまず一つ目のチェックポイントは、二人きりになると挙動不審になるということです。みんながいるところでは普通に話せるのに、一対一になったら急に挙動不審になる女性っていませんか？恋愛から遠ざかっているとどう接したらいいのかわからなくなり、意識しすぎてしまうんですね。でもご無沙汰なんてバレたくないし、さらに意識しすぎてしどろもどろになってしまうんです。恋愛に対して臆病になっていることも考えられるので、そんな時はあなたから話しかけたりリードしてあげるといいと思います。2つ目のチェックポイントは、距離感がやたら近いということです。ご無沙汰の女性でもやっぱり人肌に触れたいものです。自分が興味関心を持っている相手に反応してほしいという心理ですね。性欲が溜まっている女性は距離感をやたら詰めてくるということがあります。ボディータッチまではいかないけど、アプローチをかけてきている状態ですね。これは分かりやすいですよね。3つ目のチェックポイントは、外見が手抜きということです。ご無沙汰女性は服装やヘアスタイル、下着選びなども手抜きになってきてしまいます。明らかに放置したボサボサヘアだったり、根元がプリンになっていたり、ネイルがボロボロになっていたりすると、多分恋人も好きな人もいないのかなって思いますよね。やはり満たされている女性はお仕事が忙しくても自分をもっと美しく見せたい、綺麗でいたいという意識を持っています。ご無沙汰になるとそういう気持ちがなくなって、身なりに気を使わなくなってしまうんです。男性もそうですが、いつどんな出会いがあるかわからないから準備しておいた方がいいですよね。どこで素敵な人と出会うかわからないので、いつ出会ってもいいような外見は整えておきたいですよね。4つ目のチェックポイントは、頻繁に LINE が来るということです。あなたも寂しくなった時、ついつい誰かに LINE 送ってしまいませんか？用事はないけど、とりあえず LINE してみたり話しかけたりすることありますよね。やっぱり寂しくなると人との触れ合いを持ちたくなるのが人間です。特にご無沙汰で久しく人並みをしていないような女性は、そうでない人に比べて積極的に連絡してくるようになります。あなたに興味があれば、急に連絡の頻度が増えることがあるかもしれません。ずっと連絡を取り合っていなかった女性から突然 LINE が来る場合も可能性ありです。ちなみに LINE の恋愛テクニックについても以前の動画でお伝えしているので、後でそちらもよかったら参考にしてみてください。5つ目のチェックポイントは、以前より露出が多くなったということです。普段露出しない女性がいきなり大胆な服装で現れたらドキッとしてしまいますよね。実は露出が多い服装をするというのもご無沙汰サインなんです。気合を入れて女性らしさやセクシーさをアピールしているとも言えます。6つ目のチェックポイントは、飲み会に積極的に参加するということです。先ほどもお話ししたように、人は寂しくなると用事がなくても連絡したり関わりを持とうとしたくなるものです。なので人との関わりを持つために飲み会に参加します。このタイプの人は遅い時間から誘われても OK してしまう傾向があります。7つ目のチェックポイントは、疲れて見えるということです。きちんと満たされて充実していい恋愛をしていると、肌も髪もツヤツヤで生き生きしています。これは見た目にも現れます。恋をすると女性は女性ホルモンが分泌されて綺麗になると言いますよね。でもご無沙汰していると女性ホルモンが不足して男性ホルモンが強くなり、バランスが崩れてきます。そうするとお肌の調子も悪くなってしまいます。近頃なんだか疲れて見える女性は、もしかしたらご無沙汰なのかもしれません。
究極のアンチエイジングホルモン DHEA の血中濃度はオーガズム後に通常の5倍まで増えるとされています。定期的に夜の営みをしている60代カップルの場合、セックスレスカップルに比べて平均5から7歳も若く見えるという報告もあるんです。8つ目のチェックポイントは感情が不安定ということです。ある研究によると、女性は夜の営みをしない期間が長いほど気分が落ち込みやすいということが分かったそうです。また女性は体のコンディションによってもメンタルが左右されます。急に怒り出したり泣き出したりとか、感情が不安定なのもご無沙汰女性のサインです。パートナーがいたり性的に満たされていると心身ともに満たされるため、精神的にも穏やかになります。ご無沙汰していると感情も不安定になりがちですし、異性を意識することがないので仕草も女性らしさがなくなってガサツになりがちです。満たされることで精神的にも落ち着きが出てきます。頻繁に夜の営みをしている男女はストレスと付き合うのがうまく、血圧も低い傾向があるそうです。9つ目のチェックポイントは異常に食欲旺盛ということです。ご無沙汰しているとストレス発散を食べることに走る女性もいます。あなたも一度はこんな経験あるのではないでしょうか。夜の営みはストレス発散をする効果もあるものです。ご無沙汰だと発散するところがないので、性欲もストレスも溜まっていく一方です。そこで食べることややけ酒することが欲求不満解消になっていることがあります。夜の営みがご無沙汰な人は、2週間に一度している人よりも緊張感やストレスが多い状況を乗り越えるのに苦労していることがスコットランドの研究者によって証明されました。はい、いかがでしたでしょうか。あなたの周りにも一つでも当てはまる方はいましたか。今回はご無沙汰女性の見た目と言動9選ということでまとめると、1つ目は2人きりになると挙動不審になる、2つ目は距離感がやたら近い、3つ目は外見が手抜き、4つ目は頻繁に LINE が来る、5つ目は以前より露出が多くなった、6つ目は飲み会に積極的に参加する、7つ目はなんだか疲れて見える、8つ目は感情が不安定、9つ目は異常に食欲旺盛ということでした。一度恋愛から離れてしまうと恋愛モードに戻るのは簡単ではありません。あなたからアプローチして恋愛スイッチを入れちゃってもいいかもしれません。ご無沙汰女性からのアプローチに気づいたら、そこから先はあなた次第です。ぜひチャンスを逃さないように頑張ってください。以前の動画でもご無沙汰女性の特徴をお伝えしているので、もっと詳しく知りたいという方はそちらもチェックしてみてください。他にもそんな女性のアプローチ方法などをお伝えしていきますので、いいねとご登録お願いします。通知もオンにしておいてください。下にコメント欄もあるので感想など書いてもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。またのお越しをお待ちしております。